在日米海兵隊の FA-18 戦闘攻撃機と KC-1309 機が墜落。本日午前1時40分頃、在日アメリカ海兵隊岩国基地所属の FA-18 戦闘攻撃機と KC-1309 機が空中救油中に接触し、高知県の沖合100キロに墜落してしまいました。現在自衛隊と海上保安庁などが 捜索、救助活動を行っておりますが、FA18 と KC130 の乗組員、7人のうち、7名のうち、2名しか発見されておらず、1名は意識があり、命に別状はないとされておりますが、もう1名の様態は現時点で不明であります。今回、空中給油の訓練中に事故が発生したとされており、 夜間の空中給油は相当ですね、難しい訓練でありますので、そういった訓練の中で事故が発生してしまった模様です。この空中給油は昼間であっても相当難しいものであり、訓練をしっかり行わずに、例えばぶっつけ本番で空中給油を行おうとしてしまいますと、実際に例があるんですが、 空中給油に失敗して、有事の際に、戦争の際に、作戦が、任務が遂行できない、そういった事態にも陥ってしまいます。自動車に例えますと、走っているタンクローリーから給油するようなものであり、自動車の場合は、スピードと左右の位置をコントロールするだけでいいんですけども、飛行機の場合、空中を飛行しているものであり、 さらに大きな給油機の後ろについて小さな戦闘機が給油を受けることになりますので、給油機の引き起こす風、渦によって戦闘機が揺さぶ,揺さぶられたりしてしまい空中給油が難しいと、そういった危険な訓練をさらに夜間に行っている中で、このような 事故が発生してしまいました。こういった軍隊の事故、先日も自衛隊の戦闘機2機が接触事故を起こしてしまいましたが、有事の際に戦争のことをですね、実戦のことを考えますと、日頃の訓練で実戦を想定した訓練をしておかなければ、実戦が 起きてしまった際にまともに作戦が行えない任務を遂行できないそのような事態になってしまいその結果パイロットが最前線の軍人が危険にさらされるだけではなくて国が国民がさらには世界が危険にさらされてしまう可能性がございますそういった中で軍隊が自衛隊が 厳しい危険な訓練を行うのは避けられないことなんですが、こういった訓練、訓練を行うことによって、事故が発生してしまう、事故が発生する確率は当然高まってしまいますが、簡単に禁止する、中止することはできないものであります。日本政府には、アメリカ政府とアメリカの海兵隊と、 緊密に連携をしていただきまずはこの事故によって行方不明になっている方々の救助活動を続けその後一通りですね捜索救助活動が終わった時点で今回の事故がなぜ発生してしまったのかそれに対して何か対策が取れるのか対策が取れるのであればその対策を施して訓練をか再開する。 そういった形でしっかりと対策を進めていくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。